うわーすげえ。どうも皆様こんばんは。部屋にエアコンついてめっちゃ快適になりました。セゴリタ3世でございます。ということで、さあちょっと前にですね、私アンカーのですね、スピーカーを全部動画化するということをやりましてですね、まあほぼほぼ動画化できました。まだ一部残ってるんで、また追加でやりますけれども、一段落ちょっと自分の中でついたなっていうふうに思ってるんですが、今回は一つですね、ちょっと面白そうなものを買ってみたということでございます。それはこちらです。アンカーライフ Q20 でございます。ライフ Q20-20 どっちっていうのかわかんないけれども、とりあえずアンカーのですねノイズキャンセリングのヘッドホンです。これがどんなものなのかって、まあリクエストも非常に多かったので今回買ってみたということでございます。値段はおよそ6000円。いや、ノイズキャンセリングついてヘッドホンで6000円っつうのは聞いたことないんで、まあ相変わらず価格破壊が起きてますけれども、これが本当に聞けて使えるものなのかって全く分かりません。なのでこれからですね、皆様と一緒に開けて詳しく見ていきたいと思います。はい、というわけでこちらがですね、アンカーサウンドクアピュアサウンドノーノイズという風になっているライフ Q20 でございます。開けていきましょう。さあ出てこうよ。さらに開けていくとこんな感じだ。なんかすごいね、シンプルな作りのですね、ハッピーノットハッピーカードがあって、ライフ Q20 っていう風に書かれたユーザーマニュアルと、あと大事そうな紙が入ってました。で、下側はこんな感じ。上にですね、高級そうな布が1枚入っていて、サウンドコアという風に書かれてます。で、下が、おお、本体だ。あ、意外とシンプルな作りだな。取り出してみるとこれが本体になりの、コードが2つ入ってました。あれ、これマイクロ USB なの？だいたいノイズキャンセリングとかになるとだいたい USB-C になるんだけど、マイクロ USB ケーブルなんだ。なんでなんだろうね。ここコストカットしたのかよくわかんないけれども、まあそんな風になっていて、外部入力ですねが入っていたということでございます。で、こちらが本体ですね。非常にちっちゃいですね。パパーンと、あ、おお、なるほどね。こういう風に折りたためるようになって場所取らないようにパパーンと組み立てられる。すごい簡単に組み立てられますね。頭の部分にはこのようにテープが貼ってあるので、剥がしていくとこんな感じにピッカピカのですねコードが出てくる。あ、ここもそうか。剥がすとこんな感じでアンカーという風に書かれてます。すごいね。で、この真ん中側が L と R という風に書かれてるということみたいですね。ヘッドバンドの部分も非常に柔くっていい感じ。内側もすごいクッション性高いものになってますね。で、ここ、このように伸びていく。で、右側の部分にこのように再生とかですね、音量ボタンがあり、そして外部入力、マイクロ USB で充電。で、左側の方に電源と、そしてノイズキャンセリングという風になっているという、非常にシンプルな作りですね。つけて使っていきましょうかね。はい、じゃあとりあえず確認していきましょう。で、その前にですね、いろいろノイズキャンセリングものも集めてみました。まずはですね、ゼンハイザーのモメンタムですね、そちらと、前回ですねもうめちゃくちゃ気持ち悪くなったというこちらですね、スペース2ですかね。こちらもですね合わせてどんなもんなのか比べていきたいなというところでございます。じゃあ一瞬でペアリングは終わったので、ちょっと音聞いていきましょうか。装着感はねすごい柔らかい、そして声がもうすでに聞こえにくくなるあるので、密閉感っていうのはすごいですね。こんな感じですよ。つけるとこんな感じに見えるというところですね。ヘッドホンの方がね、もう圧倒的に音はいいんだけれども、髪型が崩れてしまうっていう欠点がありますよね。まあドライバーがでかいんでね、単純に音がいいんだけれども、そこがなーっていう風に毎回思います。ということでいきましょうか。アラン・ウォーカーフェイデッドでいきます。うわー強え。こりゃすごいドンシャリだわ。でもあれか、ヘッドホンだからそんなにすごい違和感を感じるっていうことはないね。そんなにこうガツってくる感じじゃないな。へえ、不思議。さあ、そしてノイズキャンセリングはオンオフのみ、外部取り込みっていうのはありません。うん、あ、聞いてるんかな。ちょっとノイズキャンセリング入れてみるか。あー、うん、あー、ちょっとふわってくるけど、そんなにすっ
げえ強いわけじゃないね。音質はね、すっごいドンシャリ、もうザドンシャリだわ。いわゆるダイナミックドライバーっていうのかな、やっぱそういう感じの音がするので、好きな人は好きだと思う。値段も6000円なんで、非常にリーズナブルかなっていうところではありますよね。外部取り込みっていうものはないんで、読書をするとか飛行機の中とかで使うのは結構いいんかなっていう気がする。モメンタム聞いてみましょうか。あーやっぱ装着感いいわ。全然ちょっと違うわ。物がなんか全然材質違うなっていう感じがするね。あーそうね、あーモメンタムの方がね、もう全然自然ですね。すごく僕が好きな感じの音。あーあとね、やっぱモメンタム外すと音が止まるとか、非常に高性能ですよ。アプリともね連携しているとかっていうメリットがある。じゃあノイズキャンセリングがどうなんかな。同じくらいかな、なんか同じくらいな気がするな。ノイズキャンセリングの精度的には、ノイズキャンセリングっていうものをまあ前面に押し出してはないんで、音の良さですよね。音の良さはもう圧倒的にゼンハイザーなんですけど、ノイズキャンセリングそのもので見ると、そうね、あんまりなんか強さが変わらないような気もするけどな。じゃあこちらのですね、スペース2聞いてみましょうか。これはすごいですからね、本当に。うわーすげーちょっと聞いただけでわかる。うわ、めっちゃ強え、これ。うわ、痛え。ぐわーってくるんで。これは最強ですね。ノイズキャンセリングで言うと。心臓痛え。これやっぱすげえなっていうところではあるけど、そうね、でもその強すぎるノイズキャンセリングっていうものを別に求めてないっすよっていう人にはちょうど良いんじゃないかなーってすごい思いましたね。もっとこう、グワってくるんかなと思ったらそうでもないっていうところかな。でも音的にはそんな感じか。でもなんか分かったな。あ、じゃあとりあえずまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はアンカーのサウンドコアライフ Q20 ご紹介しました。まとめていっていきますと、装着感非常にいい。すごくね、6000円とは思えないぐらいこうホワホワとしてて気持ちがいいですね。このようにですね、パタッとつければですね、密着感がすごいいいので、まあ、周りの音とかはもうかなり遮断してくれる。やっぱヘッドホンの良さかなっていうところがあります。ヘッドホンはですね、いわゆる閉塞型になりますので、外で使っても大丈夫というタイプになっていますね。ノイズキャンセリングはオンかオフかそれだけなんですけれども、まあまあの強さ、そんなにすっげえ強いっていう感じじゃないですけども、まあまあ効いてるかなっていう程度の強さなので、耳栓とかは苦手だけど、新幹線とか飛行機とかでですね、ゴーって音とかを遮断したいんですっていう人には非常に安いしね、やっぱアンカーですからね値段安いんで、そういう意味ではまあいいのかなっていう気がしましたね。肝心の音質はですね、もうドンシャリ、もうこれぞドンシャリっていう感じですよ。バカバカくるんで、低音の迫力とかですね、高音のシャンシャン来る感じとか、もう俺とにかくドンシャリめっちゃ好きなんだっていう人には最適。ただ音をですね、いわゆるこうフラットに聞きたい、アーティストが録音した音そのものを楽しみたいっていう人にとってはあんまりいい音じゃないかなっていうところではある。ただね、迫力あるっていう風には感じる人めっちゃ多いと思いますよ。この音作りっていうのはやっぱ定番ですよね。そんなに音楽で、ね、たくさん聞くわけじゃないですけれども、ノイズキャンセリング安いものであったらいいなっていう人にはまあめちゃくちゃいいので、そういうところでやっぱユーザーのニーズっていうのはめちゃくちゃ分かってるなっていう感じがするね。で、音はですね、もう全然広くはないし、6000円の音っていう感じかな。でも6000円だったらまあ許せるかなっていう感じじゃないですか。値段めちゃくちゃ高くってね、この音だとマジかってなると思うんだけど、6000円だったらありかなっていうところではあるね。じゃあ他のですね、比べていくとどうなのかっていうと、まずモメンタムですね、ゼンハイザーの。装着感に至ってはもうね、もうめちゃくちゃゼンハイザーの方がいいですね。もうここの厚みが違うんで、装着感はやっぱゼンハイザーの方がいいかなと。音も非常にフラット。ですし、ノイズキャンセリングも程度を選べます。風切りとかですね、そういう強さっていうのを選べたりとか、外部取り込みっていうのはやっぱりそういうものもちゃんとついて、まあ値段が全然違うんでね。ゼンハイザー1個とですね、こちらのアンカーで言うとだいたい10個ぐらい買えますから、そう考えるとまあ10個のうちと1個の性能ってことなんで、そういう意味ではまあまあ運での差っていうところかなと。音もやっぱ僕はこっちの方が好きかなっていうところではありますね。ノイズキャンセリングの性能っていうものに大きな変わりはないんじゃないかなっていうふうには思いました。とにかくノイズキャンセリングだけを求めてんだっていう人には非常に手頃な値段ですよね。じゃあこっちのスペース2はどうなのかっていうと、これはすごいんで、とにかくもう今まで聞いてきた中でですね、もうトップクラスのノイズキャンセリング性能なんですよ。それと比べるとで
ですね。まあやっぱアンカーはすごく弱かったなっていう気がする。ただこっちはね、気持ち悪くなるぐらいの性能の強さなんですよ。で、音はですね、まあまあ、まあこっちもドンシャリではあるけれども、どっちもどっちっていう感じの音質ではあるんでね、何を重視するかかなと思うんですよね。音っていうものをとにかく重視するんだっていうものであれば、まあとてもじゃないけどアンカーじゃない方がいいよねっていうところではある。ただ、値段そんなかけらんないし、イヤホンにする高いから、まあ6000円ぐらいでノイズキャンセリング聞いているもので、ヘッドホンで周りの音を遮断したいんだっていう人にとってはすごい最適だと思う。これぐらいの価格が一番安心できますよね。ただね、この USB-C じゃないんで、充電がマイクロ USB ケーブルなんでね、そういう意味ではまあちょっと充電とかはまあ今一丁なところがあるのかなと。速さとかね、再生時間とかっていうものはやっぱアンカーのサウンドコアブランドだけあって非常に長く持つんで、まあそういう面では非常に嬉しいかなとは思いますね。なのでもう何を重視するかですよ。全てにおいてですね、まあ自分が何を重点的に選びたいのかっていうところで、まあ選ぶ基準って変わってくると思うんで、ゼンハイザーとかやっぱ高いんでね、ここに値段を取るのは結構きついっていう人も多いと思うんで、まあそういう面では非常にですね、間を取れていていいんじゃないかなっていうふうに僕個人的には思いました。はい、というわけで今回はアンカーサウンドコアライフ Q2020 を紹介しました。いかがだったでしょうか。皆様ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてください。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日、チャオ。